成中覆面斜め側面構造が分かりやすい線が、ビーバーやドリムシ、学名、プラティペシラスカスタースは、玉ノコムシ科に分類される一族一種のカブトムシ、ビーバー類の代表に外部寄生するためにこの名がある。あまりに変わった形のために発見当初は、甲虫と思わずに、のみ目に分類したり、新秘を創設した学者もいた。 分布形態生態分類体長は2から4ミリメートル、楕円型で著しく扁平、全体に淡褐色。頭部、全境、少子には浅いアバタ状の天国があるが、全体には滑らかで光沢がある。一見のみに似るが、のみが左右に扁平なのに対し、本種は背腹に平たく、微小なゴキブリのようにも見える。触覚は短く特殊化しており、第一節は、 他の節の合計より長く、第二節は排状で周囲に長い毛が生え並び、第三節第十一節は著しく短くて、全体が玉環状を呈し、これが杯月状の第二節に部分的にはまり込んでいる。副眼は退化している。頭部前縁は前方に張り出し、頭部後方には多数の指紋が串状に並んだ特殊な構造がある。これによく似た構造は、 系統的に無関係ののみ類にも見られる。体裁は板状で可動であるが、機能的でないと考えられている。前胸世はやや大きく、前方が V 字状に切れ込み、両側縁は後方になだらかに広がる。小立て板はやや大きく目立ち、前胸世板や上羽根の表面には荒い天国がある。講子は消失しており、上羽根も 臨場で短いため腹部背面の大部分が露出している。各腹節には、背腹ともに後方に向いた合毛を劣性する。三体の足は多少短めではあるが普通に発達していて、前足元武士は扁平で円錐型や休憩に突出せず、武士は前中後ろ足とも模節からなる。幼虫背面、幼虫覆面、幼虫は細長くて、背腹に平たく。 三体の胸足を持ち、他の玉木のム虫かの幼虫とさほど変わらず、体細にも鋭く尖った摂氏がある。ビーバー類の代表に外部寄生し、欧州原産のヨーロッパビーバーキャスターファイバーや、北米原産のアメリカビーバーキャスターカナデンシスがホストとなる。なお、アメリカビーバーは欧州にも移入されている。卵子とサナ以外、すなわち幼虫と成虫は共に、 ビーバーの体表で生活し、皮膚組織を食べるほか、分泌物、老廃物なども餌としていると考えられている。成虫は1年中ホストの体表に見られ、1頭のビーバーに生息する数は0から192個体までの幅があるという報告がある。温度に敏感で、ビーバーが死んで体温が下がり始めると速やかに離れ、暖かい人の手などに移動するのが観察されている。 しかし、ビーバー以外の動物には寄生しないとされ、1998年6月にカリフォルニア州で自動車に引かれたカナダカワウソロントラカナデンシスから本種が見つかった例もあるが、これは偶印的なものと考えられている。また2013年には、ロシアのスタブロポリ地方でユーラシアカワウソについたメスが2個体が見つかっており、その寄生の経緯は不明ながら、 アメリカの例も考え合わせれば、ビーバーの住みか近くにいる哺乳類には、日和り的につく場合もあると推定されている。幼虫期は3例あり、少なくとも6月から9月までは、ホスト上に見られるが、季節によっては全く見られない場合もある。このため、時期によっては、体表から離れて、ホストの巣穴内などで、スカベンジャー的な生活をしている、可能性も推測されている。 サナギはビーバーの巣内の地面に作ったサナギ室で過ごす。なお、ホストであるビーバーが本種の寄生によって特に悩まされているといった様子は観察されないという。本種を最初に報告したリッツ今はロッテルダム動物園のビーバーに寄生していた個体を譲り受けて1869年9月15日発行のフランスの昆虫雑誌。 プティヌーベルエンターマラジックスに親族新種として発表した。一般の甲虫類からかけ離れた外見やビーバーに寄生するという生態に惑わされた。彼は腹記載の中で疑いもなく飲み目に属するものであると述べたが、一方では通常の飲みは左右に扁平で本種のように背腹に扁平なものはこれまで知られていないこと、上羽の形態が カブトムシの羽隠しクのそれに似ていること、小立て板なども、カメムシやカブトムシのそれに類するとも述べており、基地ののみ類とは大きく異なることも認識していた。しかし、親族新種として記載するに止まり、進化の創設はしなかった。また、原記載には、キャスターファイバー L に寄生していたとあるが、当時この動物園では、アメリカビーバーしかかっておらず、その誤りだとされる。 このリッツマの発表からわずか2週間後、ウエストウッドは10月1日発行のイギリスの昆虫雑誌エンタマルジスツマンスリーマガジンに本種一種のためだけに創設したアクレイプターという新名を発表した。本種が甲虫類であることが明らかにされたのはこの数年後の1872年でラコンティが初めて本種がレプテニス族に 禁煙ながら非常に特殊化したカブトムシであることに気づき、ビーバーやドリムシとレプテニス属を合わせて、レプテンイデイという進化を創設した。しかし学名そのものは、たとえ分類が誤っていたとしても、先に記載された学名に優先権が与えられる選手権の原則があるため、このレプテンイデイという仮名は、当初の未明と誤認していた。 リッチマが創設したビーバーやドリムシカプラティペシリデイのシノニムとなる。また、公中と判明した後も、その分類上の位置については主事議論されたが、これらの詳細はプラティペシラス族の興味深い変遷史としてデザートによってまとめられている。20世紀中は独立のトガとして扱われることが多く、その場合の加盟にはレプテンイデイがしばしば用いられた。 21世紀初頭では口述の通り類園の産族と共に、ビーバーヤドリムシアカとして、タマキノコムシカのアカに位置づけられることが多いが、今後の研究の進展によっては再び分類上の扱いが変わる可能性もある。ビーバーヤドリムシアカプラティペシラニーリッツィマ1869のメンバーはすべて哺乳類の巣や体表などで、規制的生活を送る。 ビーバーヤドリムシ以外は、上羽が発達していて、一般的なカブトムシの形をしているが、どの種も微小で、甲子や腹眼は縮小もしくは消失しており、体は著しく扁平になっている。ビーバーヤドリムシ赤には、以下の四属が分類されている。ABC リスティマ、C。プティヌーベルエンタマラジックス1。 23https コロンスラッシュスラッシュ biotivrsitylibrary.org e スラッシュページスラッシュ1 2 3 9 1 9 8 a d a シュ2 3ページの左側中ほどに、テアラバイエンビーランドで、で始まる記載文がある。abcdefpec、スチュワート b、 2006ディストリビューションバイオロジーオブザエクトペリシティックビーバービートルプラティペシラスカスタースリセムインノースアメリカインセクタムンディボリューム20ナンバー1から2ピアニッシモ85から94 2006年5月から6月 PDF ハット AB ナタリア M ベルフヨーリーオブザーベーションオブ A ビーバービートルオン A ノースアメリカンリバーアターインサクラメントカウンティー カリフォルニア、ザ・カリア・ピタース・ツブレティン、VO 60、no.、60ナンバー4ピアニッシモ、312-313-2006、ドイ、10.1649-0010-065、10 X60-312、アブップ2.0、CO2AB プルシキン、SV、A ニューレコードオブザ・パラシティクス・ビーバー・ビートル・フロム、スタブロポリ・テリトリー、 エントモロジーアップライドサイエンスレターズ11から 3https コロンスラッシュスラッシュ www.res.earcehte.net スラッシュパブリケーションスラッシュ 295080604a ニューレコードオブザパラシティクスビーバービートルプラキベシラスカスタースコレオプテラライオディデイフロムスタブロポリ テリトリーロシア、J. O. Notice of A ・ B ・ウエストウッド、JO1869、ノーティス・オブ、エニュー・オーダー・オブ・ヘクサポッド・インセクツ、エンタマルジス・ツマンスリー・マガジン6、ピアニッシモ118から119、白木徳1、昆虫の分類北流感バグガイド、プラティペシラス・カスタース・インフォ、ハットウッド、DM1965 e、スタディーズ、 On the Beatles, Reptenidas, Varidas and Platypeshiras, Custards, Ritzima from Beaver, Proceedings of the Entamarodject, Society of Ontario, 95, Pianissimo, 33から 63, Janzen, ンン DH, 1963, Observations on Pop Yarration's Afadalto, Beaver Beatles, Platypeshiras, Custards, Japan, パシフィック・エンタマラジストボリューム34ピアニッシモ二百十五から二百二十八ラコントジェール千八百七十二オンプラティペシリデイエーニューファミリーオブコレオプテラプロシーディングスオブザズーロジカルソサイティオブロンドン千八百七十二ピアニッシモ七百九十九から八百五ディザート 1993? レキューリアススビシシトゥーズジュジャンルプラティペシラスリッツブレティンアンルズソーシティロイヤルベルジーエンタマラジー129ピアニッシモ、169から181ありがとうございます